と目が覚めた。寝苦しい。暑さに鈍感な俺が目を覚ますなんてよっぽどのことだぞ。はあ、野暮だけど仕方ない。文明の力に頼るか。人の気配がないな。外も同じか。ひどい話だ。ほとんど死んでいるようなもんじゃないか、あれ。ふん。俺を起こした理由は元凶退治か、それともいい機会だから白黒つけてこいってこと。ま、どっちでもいいけど、夢にしろうつつにしろ、神様ってのは気まぐれで困るよな。ワンファイト。当ててみな。これでしまいだ。You win.暑いわね。好きじゃないけど、ストロベリーのアイスクリームとか食べたくなる。だな、お前。ラウンド1ファイト。当ててみな。まるで実感がない。いつものこととはいえ、今日の気がしないな。お前、参ったね。その目で誘われたら断れない。ラウンド1ファイト。いくぞ。2秒1秒し。よっと。血が昇ったぞ。仕切り直す。飽きないな。ガラ空きだ。そら貴様。飽きないな。ガラ空きだ。飽きないな。キル様、またまた。キル、キル、飽きないな。キル、1、2の。飽きないな。ゲーム、貴様。これでしまいだ。ニュービー。暇なんだな、あんた。
死の濃いところに来たつもりだけど外れたか。ここには黒幕も目当ての相手もいない。こう姿は隠していたのだがよくある。気配で察したとも匂いで察したとも思える。別になんとなく知っていただけだよ。それでやるのやらないの？こっちはまだ眠いんだ。逃げるなら追わないけど。獲物を追い詰めておきながら立ち去る狩人はいない。結局はこうなるわけか。いいぜ、無限殺しはこれで二度目だ。どう？ラウンド1ファイト。詰めるぞ。血が昇ったぞ。ガラ空きだ。まだだ。どうなる？どこを見せる？血となれ。血が昇ったぞ。ガラ空きだ。まだだ。どこに行く？もう怒るな。己が空きだ。仕切り直せ。満足したか？これだけの怪人がやられ役かよ。まったくどうなってるんだこの三崎町ってところは。何が面白いんだか。かわいらしい命粉々にしてあげる。ラウンド1ファイト。とっておきだ。1立て。1行くわよ。消えろ。そうだ。1血が昇ったぞ。ガラ空きだ。ガラ空きだ。いいわ遅い。このクソ、この効かないわよ。1、2、3、ガラ空きだ。バイカ、ガラ空きだ。バイカ、1、立て。私の負けですって。寝てろ、起こさないから。ニュービン。切ったハッタは好きだけどさ、お前らのは真っ当な話じゃない。勢いこっちも引きずられちまう。そういうの人間として問題だろ。ああ加減はできないぞ。早死にがご希望かい。ラウンド1ファイト。ちょいと言ってな。血が昇ったぞ。行くぞ。ガラ空きだ。ここからだ。1、2のガラ空きだ。たまんねえな。ガラ空きだ。詰めるぞ。ここからだ。1、ここからだ。やってくれる。リバビード。そこだろ。血が昇ったぞ。耐えてくれ。じゃあな。1詰めるぞ。ガラ空きだ。たまんねえな。まだまだ。ゲーム。ガラ空きだ。うん、いいんじゃないかあんた。ユーミン。暑いわね。好きじゃないけどストロベリーのアイスクリームとか食べたくなる。
継ぎはぎだらけだな、お前。若き境をダウンのワンブツを救済するファイト。当ててみな。ガラキラバイカ。オウジ。オウまだだ。バイカ。まだだ。覚悟なさ。ガラキラバイカ。飛べ。神です。まだだ。飛べ。取りなさい。当ててみな。ガラキラ。KO。バイカ。ヘルメス。満足したか？ムービー。どこに行ってもこんな話ね。とんでもない女ね。さっさと自分の領域に帰りなさい。俺だって好きでやってるわけじゃない。これ要は宝くじなんだろ。さっきのはただのハズレ。当たりを引くまでは帰れない。ハズレですって？たたりを殺すために呼ばれた抑止力じゃないの、あなたは。ん？たたりってさっきのでかいやつ？あんなの他の連中が何とかするだろう。トーコの妹にでも任せておけばいい。俺の仕事は別でね。どうも目的は同族殺しらしいぜ。なら行かせない。生きている実感がないというのならここで永遠に眠りなさい。ラウンド1ファイト。とっておきだ。飛べ。もう起きた。そんなごめん遊ばったしなしな。キラ1 2の1 2のどうかしら。キラキラしないどうか。1仕切り直す。これから仕切り直す。ガラ空きだ。ガラ空きだ。バイカ激しいね。引くぞ。死が俺の前に立つな。なんて無様。ユーミン。夢に招く化け猫か。便利だな。主人思いは結構だけど気の使い方間違えてないか。なんだ、先客がいるじゃないか。よう、そこの学生服随分と歩かされたけど、ここが終点で間違いない？さあどうだろう。要件はどうあれこれで終わりってことには賛同したいところだけどね。違いない。何しろいい月だ。ここならお互いの獲物がよく見える。じゃれ合うにはもってこいの舞台だ。見かけ以上に物騒な人だな。何はともあれこんばんは。いらない。名前とか素性とか知ってもめんどくさいだけだし、そもそもお前がどこの誰かなんて興味はないの。興味のない相手のためにこんなところまでわざわざ。ああ、私がせかすのなんて初めてだから。今夜は特別だ。二度とこんなことがないよ。徹底的に解体しようと思ってさ。で、ここが終わりならお前が俺の獲物ってこと？そういうことでいい。ガラじゃないけど今夜だけは特別だよ。へえ、
それを目の当たりにするのは初めてだよ。なるほど。確か全く同感だよ。こんなものはここで潔く。ああ、きっちり殺しておかないとな。ラウンド1ファイト。当ててみな。くそ、きっちり、くそ、ガラ空きだ。1、2の3。なんだこの気配、さっきのが本命じゃなかったのか。そのようだな。空の断りと星の断りは別のもの。我らの道はいずれ分かれ離れていくものだ。それすらも愛おしい。いずれ相入れぬ定めはここで結論を下しても同じと見たらしい。全く性急なこと。そちらの層は全てを含む秩序だから。死が見えないどころじゃない。死そのものがない。お前、そうか、お前が。しかり語るまでもない。この器は貴様を呼び出した者の消去対象だが、それもさまつごとや。貴様は単に死なぬ者に死を与えに来たのであろう。なぜなら私も同じだ。そこに散らばった手足を見るとひどく笑みがこぼれる。ゆえにその挑発を受けよう。はっ、さっきの物好きの仇討ちか。どうせ全部夢で、目が覚めればなかったことになるっていうのに。リチで、いいじゃない。やる気になったぜ化け物。その気持ちなら俺にもちゃんと理解できる。それは幸いだ。でも泣くように走るがよい。ゲルン、その死をも我が笑みを止めてみせよ。言ってろ吸血鬼。お前が何であれ、寿命が何万何億あろうと関係ない。どっちにしろ夢の終わりだ。行くぞ。生きているなら